BNT。Look at all that. Look at this. Oh my god. What'd you get? Mommy, plan. Limit to 10 people at that. How about this one? Look at that. This one. This one? Just one. Mm-hmm. Which one do you think is the cutest? 18. Pick one, honey. 16, hmm? Yeah. What's that? What's up?
方がね、経営してる雑貨屋さんなんだけど、今日閉まってるみたい。で、ここはゼロウェイストのお店、すごいね、量り売りのところ、すごい素敵ね。閉まってるね、フローリー。ここは先週行ったから今日はいいや。閉まっちゃってるね。帰ってきました。疲れた。キャベツ4ドル、人参3ドル、給料4つで3ドルとか覚えてない。こんぐらい。このパプリカは1個1ドルでした。バナナ、巨大ケール、見てこのマスク、なんかアヒルみたい。折り紙マスクって言うんだって、これ。面白いよね、こういう形してる。なんだっけ、今ニジヤマーケットに着いたから、これからちょっと買い物行ってきますわ。Thank you.
日本スーパーにじやで何を買ったかお見せしようと思います。まあ見てわかると思うけど、まあ、まずしょっぱなからネギですね。ネギ高いよ。こういう感じの、これは東京ネギって書いてあるけど、こういう感じのをハワイで買うってなると、これは6ドル44だったけど、やっぱそんぐらいする。高いネギ、ネギは高いね。で、ちょっと待って、オーガナイズしますね、ちょっとね。じゃん。で、ちょっとどんどんいっていくよ。これはすり鉢ですね。この間さ、ハワイのダイソー行って探したんだよ。したらさ、こういうスティックはあるのに、このこれがなかったわけで、結局ニジヤで見つけたのはこれ6ドル99とかだったと思うんだけど、あのね、この間友達家にいた時に、友達がね、朝ごはんを出してくれたわけ。10時頃ぐらいに行ったんだけどさ、それでその時にあれをくれたの、とろろで、すっごい美味しくって、でその後自分でさ、家でさトライしたんだけど、自分で素手でやっちゃって、すっごい手が痒くなって、しかもうちのさチーズおろすあるやつあるじゃない、あそこのやつでやったんだよ。で結局とろろはいい感じにできたんだけど、なんかやっぱりこういう感じでさやった方がいいのかなと思って、まあ、ずっと欲しかったのね。だからこれすり鉢買った。じゃん。あとこれはずっと欲しかったやつなんだけど、なんかもうね、自分の子供、あのお弁当何年もやってるのに、こういう型取るやつとか持ってなくって、キャメラは別に関係ないんだけど、フローレンスが結構こういうので連れて結構食べる系だからそれだから欲しいなと思ってて、アマゾンで見てたんだけど、全然安いんだよ、安いんだけどさ、うーん、どうしようかなみたいな、こんなに型の量もいらないしなみたいな、いっぱいあるじゃん、あのデザインと型の量とさセットになっててこれぐらいみたいな。で、なんかすごい種類がたくさんあるもんだから、いろいろ選んでても、なんかなんだかんだ決められなくて量がありすぎちゃって、で今日にじやさん行ったらこれが売ってましたね。これもう買ったね、2ドル99だって。で、これです、たくあん。なんかね、もう最近私日本食ばっかり、自分は特に日本食ばっかり食べてて、なんかヨガやってさ、瞑想やってさ、でそういう系の本を読んでると、日本食がどれだけ体にいいかっていうのをすごい、あのもう分かってくるわけ。日本食しかないなみたいなね。
で、最近は結構日本食食べることが多くって、ものによってはあの旦那も好きだし子供たちも好きだから食べるんだけど、結構たくあんとかになると、まあ、私好みだよね、私系で。なんでね、このたくあんを選んだかっていう、たくあんもさ、いろんな種類があったんだけど、このさ、後ろを見るじゃない。で、そうするとね、見せてあげる。 OK、 このさ、後ろにこうやって何が入ってるかって書いてあるんだけど、見て、ラディッシュ、大根ってことね。ビネガーでしょ、お酢、シュガー、砂糖、ソルトで、ライスブラン。なんでこれ、ライスブランってなんだ、ライスブランってなんだ。これしか入ってないわけで、他のたくあんはさ、何種類もあったよ。で、後ろ見てもね、散々いろんなものが入ってるわけで、うーんと思ってさ、何個か見て、でそしたらこの子はこれしか材料が入ってなかったのよ。ね、だから九州産カンボシ大根塩って書かれてるそう、材料が少なかったから、あ、いいじゃんと思って、でそれそう買ったのね。 OK。で、あとこれは、にじやさんのオリジナルのきな粉なんだけど、オーガニックの、そう、有機のやつなのね。そうで、これはうちさ、あるんだけどね、うちの姉に送ろうと思ってで買ったの。あのね、今回うちの姉に送ろうと思って買ったものが多くって、まあ、それもあってにじやさん今日行きたかったんだけどね。うんと、あとこれはさ、そのこれを茹でてきな粉と砂糖混ぜて食えよっていう意味で餅も買ったの。これも送るわけ、姉ちゃんに。多分ね、姉ちゃんは餅買えるんだけど、まあいいよ、一気にね、一緒にっていうやつで、これは結構どこの、何、私が今まで住んでたニュージャージーとかバージニアにいた時もこれは結構買えたんだけど、アジアンスーパー行くとさ、これは化学調味料無添加の減塩の昆布です。 OK？ これは何でも入れられるじゃないね、だから好きなの。あと味噌が切れてましたんで味噌も買いました。生味噌だって、これもにじやさんのオリジナルね、無添加粗挽き生味噌。もう味噌もさ、すっごい種類があって、オーガニックもあったし、いろいろあったんだけど、私にじやさん信用してるからと思って、ちょっとこれ試してみたかったからこれ買ってみたじゃん。あとこの2つは両方ともだしなんだけど、そう、松茸のだしと野菜だしね、これもうちの姉に買いました。姉というか姉の家族に。で、あの人のことだからもう知ってんのよ、そういう美味しいだしのやつ、どこにでも買えるような、なんかアメリカのスーパーで買えるような美味しいだしのビーガンのやつとかは彼女は何でも知ってるんだけども、まあ一応ね、ほら、こういうの美味しそうじゃないみたいな、なんか私が手に入るのでなんかあったよみたいな感じで食べればいいじゃん。で、これもね、これは大根なんだけど、千切り大根ってさ、これ、あ、天干し大根って、これもうちの姉に買ったんだけど、これってさ、何でも使うんじゃん。私1個昔作ったビデオで粉の出汁を使って味噌汁作ってたんだけど、これを煮出してね、で、そのお水に味噌だけ入れて、で、味噌汁を作ったんだけどさ、すっごい美味しいわけ。そう、だから、まあ、そういう風にも使えるし、煮干し大根何でも使えるでしょ、炒めたりとかも。だからそれもうちの姉ちゃんに送る。まあ、多分ここら辺も手に入ると思うんだけどね。で、あと私はもうさ、昔からアメリカ来てから結構お家で作るだしは、昆布とカツオの、ほら、カツオ節を使って取ってたわけね。でもさ、結構時間かかるじゃない。で、それでもやってたんだけどね。で、冷蔵庫に食べたいというかしてたんだけど、なんかハワイに来て、ここのこれに出会って、そしてなんかここの、何、このだしのこれパウダーなんだけどさ、信用できるし、あと早くできるじゃん、料理ね。だからそれでと思って、それで買ってから結構これを愛用してるんだけど、これもそのにじやさんのだしのやつ、だしのパウダー。 OK？ あと絹ごし豆腐も買いました。じゃん。あとこれはにじやさんのオリジナルのカレーだよ。これね、一回食べたけど美味しかったの。子供たちも食べてたけど美味しくって、で、中辛なんだけどさ、なかなか子供たちも食べれたから、
うちのカレーはこれかなって感じかな。あとまあこの間買ったバナナがまだ緑だからとりあえずバナナも買ったじゃん。あとこれはね、にじや手作りの海苔佃煮らしいです。ご飯だよ、だよ、要はね。それとこの麦茶です。有機の麦茶、これはうちのお姉ちゃんと自分ち用に買いました。麦茶ね。で、あと、まあ、なんかうちで常にこう買っているそば系とかうどん系、ヌードル系、乾麺ね、じゃん。あと、そう、さっきさ、とろろのやつまた食べたいと思ったから、これ、山芋を買いました。山芋だっけ、長芋だ、長芋、ごめん、長芋、長芋買ったね。今回は気をつける、あのこうやってやるとき手が痒くならないようにしてるね。で、あと、あ、そうだ、これ見てよね、生酒オーガニックっていうのがあったわけ。 OK、 しかもさ、値段が8ドル99だったわけ。あ、じゃあ試してみようと思って、これはうちの旦那さんと夜一緒に飲もうかなと思います。で、あと今日はうちの子供たちがふりかけってずっと言ってるの、最近ふりかけ食べたいってね。だからこれは無添加らしい、無添加のふりかけらしいよ。これ買った、これ中身見て、あ、ダメだね、これうちの姉ちゃんの袋かと思ったけどダメだわ、あれが入ってる、うっ、なんか卵とかエッグ入ってるみたいだから、これは姉ちゃんたち食べれんけど。そう、こんな感じで今日はショッピングしてきました。日本食スーパーはなんだかんだ1週間に1回か2週間に1回ぐらい行ってて、結構お刺身系、なんかその日チラシをしたいとかお寿司作りたいとかいう時はそういうところでお魚買ったりとか、あとはそういうふうな大根とかさ、納豆とかさ、そうだね、まあ、そういう感じのこう、もう日々食べるものが切れた時は行ったりっていう感じだけど、私はすごくここの、あの、にじやさんすごく信用してるし大好きでございます。もうね、お店の売ってるの全部見てもすごい、なんかこう売ってるものに、置いてるものにすごい気使ってるのがすごい分かる。食べ物じゃん、食べ物ってこう体に入っていくものでしょ。だからなんだろう、すごい、あの、気使って選んでるなっていうのがすごい分かるから、すごい好きなお店です。これちなみにチラシくれば、そう、そんな感じでしたよ。はい、皆さん、どうやって終わらせよう。なんかさ、こういう風に私普段見せないじゃない、こうやってこう、どうやってこうやって置いてさ、こうやって一個一個こうやってやらないじゃん。で、久しぶりになんかもう何年かぶりにやってみたの、こういう風にこうやって。でもさ、正直こうやっていった方が分かりやすい、見えやすいじゃん、見てる方が楽しいと思うんだけど、もうね、エディソン寝るまで待ってちょっと時間かかった。今エディソン寝てるんだけど、ギリギリで寝始めたからさ、もう、うちらはキャメラ迎えに行かないといけないわけ。 OK? だから私はこれを今から片付けまして、キャメラを迎えに行こうと思います。では皆さん見てくれてありがとうね。またね。 See you.